はい、皆さんこんにちは。前回はマルチョのパターンまでできるようになったと思います。こうでしたね。ですが同じマルチョでも場合によっては1拍目の頭をオープンで始めたい時もあると思います。そういう時はこれで大丈夫です。このオープンの後のこの音はセコのつもりでいいと思います。ここでバホの音っていう風に意識しないでセコのつもりでいいと思います。そしてその次の小節の頭もオープンにしたかったらこれだと大変になってしまうので4拍目は交互に右左にしてみます。そうですね、次の小節の頭をオープンにしたい場合は4拍目を右左にする、次の小節の頭をバホにしたい場合は右だけにする、それを交互にやってみるとはい、このようになります。また2本になってくるともっと複雑になってくるので、この辺は自然にできるように練習するといいと思います。ちょっとランダムでやってみます。はい、こんな感じになります。次回からコンガを2本使っていきたいと思います。よかったらいいね、チャンネル登録お願いします。それではまた。